時計間近のと今日はね会社には来ててないんですけど、なんかこのエレキウクレレと一番色的に合いそうな、もうこれはもういかにも着物の袖っていう、でもまあ短めなので、まあ弾けるっちゃ弾ける。ここもまあそんなには下に何かを着れば引っ張られないってことで、まあこれもね、まあ、ただねもうライブがどんどんなくなっちゃってきてるんで、だから、一番やれる確率が今高いのが、1月30日の夕方からカフェみたいなとこでやるライブなんですけど、まあ、そこで結局やるライブっていうのが、私ソロでやるって言ったら、
完全なソロでやるっつうと、それこそ船橋の東部デパートでやった弾き語り以来なんで、でその時あれ1月だったんですけど、あの時の最後の最後にやった曲がこのいい日旅立ちだったんですね。だからなんかもうそのつながりで、でなんかもう歌詞がもうね、もう今なんかあんまりライブ自体がそんなにやれるかどうかわからないから、あんまりなんかトリッキーな曲とかやっても、あのお客さん的に久しぶりのライブでんっていう曲をやってもしょうがないかなと思ったから、もう完全スタンダードなあのセトリに変えていこうかと思いまして、で、まあ、意外とこの曲をやる人ってもういないかな、その私が出るライブのラインナップで、まあ被ったら被ったで、まあエレキウクレレを持ってる人がまずいないんで、まあ同じ曲になっても多分あの感じが違うかなということで、あの初め私のこのセトリにはなかったんですけど、急遽2年前のあの日からっていうことで、で歌詞的にも季節的にも合ってるので、もうこの山口百恵さんのいい日旅立ちをやることにしました。はい、来週自宅待機を有給に変えたんで、まあ、もしかしたらちょっとどっかお昼ぐらいはご飯食べに行くかもしれないんですけど、またちょっと孤独のグルメで出てきたお店にちょっと行こうかなっていう予定ではあるんですけど、まあお天気があまりにも悪ければ、まあ、またエレキウクレレをお家で弾きたいと思います。はい。